デッドプールには2018年公開のスーパーヒーローコメディ映画2016年の映画デッドプールの続編 X メインシリーズの通算11作目通称デップー2前作と同様に R 指定となったが PG-13 版も12月に公開された前作から2年後ウェイド・ウィルソンはガールフレンドのバネッサと同棲して ヒーロー活動を続けていたが、麻薬カルテルとの戦いの巻き添えで、バネッサが死んでしまう。自責の念からウェードは自殺を図り、爆死に失敗したところで、X メンのメンバーのコロッサスによって保護される。コロッサスはウェードをミュータントの学校にして、X メンの本部である恵まれし、コラの学園へと連れて帰ると、彼を悟し再び X メンへと勧誘する。ウェイドはこれに、 しぶしぶ同意する。見習いとして最初の任務に挑んだウェードは14歳のミュータント孤児であるラッセル・コリンズの暴走を止める。能力抑制装置をつけられたラッセルが施設の理事長と職員たちから日常的に虐待を受けていることに気づいたウェードは職員らに発砲し数人を殺害する。ウェードは拘束されラッセルと共にミュータント専用の刑務所。 アイスボックスに連行される。自身も能力抑制装置をつけられたウェードはヒーリングファクターが抑制されたため末期ガンが再発、協力を訴えるラッセルを無視して緩やかな死を望む。そこへ遠い未来からタイムトラベルしてきた謎の男ケーブルが現れ、ラッセルの命を狙う。刑務所全体が混乱に陥った中で、ウェードは重傷の身を押してラッセルをかばいながら、 ケーブルに挑むも圧倒されてしまう。ステミの攻撃で致命傷を負うが、その表紙に能力抑制装置が外れ、ヒーリングファクターが復活、自爆してケーブルを退けるが、自身もアイスボックスの外へ放り出される。ラッセルは生き残り、一人刑務所へと戻る。ケーブルからラッセルを守ることを決めたウェイドは、悪友ウィーゼルと共に味方のミュータントを集めて、チーム、 x フォースを結成し、ラッセルと他の受刑者を乗せた護送車を追跡するが、作戦開始早々、ヘリからの降下中に、おののの身に起きた不慮の事故により、x フォースの新規メンバーはドミノを除いて、全員死亡してしまう。護送車を追跡中に、ケーブルも現れウェイド、ドミノと戦う。その最中、ラッセルは凶暴な巨大ミュータントのジャガーノートの、 高速を解いて護送車を破壊させ、脱出に成功する。ウェイドは、ジャガーノートに上半身と下半身を引きちぎられるも、ラッセルを懸命に説得するが、ラッセルは、戦闘不能になったウェイドを見捨てて、ジャガーノートと共に逃げてしまう。体を再生させるため、盲目のローバールの家に居候していた、ウェイドの元に、ケーブルが現れ、突如協力を仰ぐ。 彼はラッセルが将来猟奇的な殺人ミュータントに成長し、最終的にはケーブルの家族を殺害するという未来を説明する。事情を知ったウェードはラッセルを救うために説得して殺人を思いとどまらせることケーブルに提案し、ケーブルは説得に30秒の猶予を与えるという条件を出し、ウェードはこれを了承する。ウェードとケーブルが養護施設に向かうと、そこに ラッセルもジャガーノートを従いて現れた。ラッセルは、ウェードの説得を無視し、理事長を殺すために施設内に入っていく。ジャガーノートに苦戦しているところへ、殺すさすらが到着する。彼らにジャガーノートを任せ、ウェードとケーブルはラッセルを追うが、復讐心に囚われているラッセルはウェードを拒絶する。ウェードは、能力抑制装置を首につけて、自分を殺す、よう暴走するラッセルに言うが、 痺れを切らしたケーブルがラッセルに向けて発砲する。とっさにウェードはラッセルの前へ飛び出してラッセルを銃弾から救うが致命傷を負う。自分を守ったウェードの行動を見たラッセルは理事長への復讐を思いとどまる。その直後、ケーブルは自分の娘の形見として携えていたぬいぐるみが黒焦げの姿から元通りになったことで未来の家族が無事であることを知る。 ウェイドはコロッサスが装置を外そうとすることを拒否し、ケーブルとドミノ、ラッセルやコロッサスたちに感謝の胸を伝えた後、ラッセルの腕の中で生きえる。ウェイドの行動に心動かされたケーブルはタイムマシンを作動させて、養護施設での戦いが始まる直前の時間へと戻り、ウェイドの懐にバネッサの形見である鉛のコインを密かに仕込み、 その後自分が撃った銃弾をそこへ当てるように仕向けて、彼の命を救う。ウェードは銃弾を受けた恋を見て、ケーブルの取った奇妙な行動について理解する。タイムマシンを作動させるためのエネルギーを使い切り、未来に帰れなくなってしまったケーブルの身を案じる。ウェードだったが、当のケーブルは荒廃した未来を変えるため、このまま残ることを告げる。戦いを終えて、施設を去ろうとした。 ウェードたちの元へ現れて、侮辱の言葉を浴びせる、理事長に、ドーピンダーが運転するタクシーが突っ込み、すべての戦いが終わる。ネガソニックとユキオは施設のミュータントの子供たちを、学園で保護するべく子供たちをジェットへと乗せ、ウェードたちは興奮するドーピンダーを連れて、施設を去る。その後、ケーブルのタイムマシンは修理され、ウェードに渡される。ウェードは、 タイムマシンで過去に戻り、バネッサやピーターの命を救い、ついでに、さらに違う時間を訪れて、ウェポンクシーとなった別世界のワイドや、主役に抜擢され大喜びするライアン・レイノルズなどを、次々と葬っていく。2019年1月6日の時点で、デッドプールには1億1000万ドルの予算に対して、米国及び、カナダで3億2460万ドル、 その他の地域で4億1810万ドルを稼ぎ出している。2018年4月20日に、カンダンゴとリーガルシネマズは、デッドプール2が今までで最も売れた、R 指定の映画だと発表した。この映画はアメリカで4332の劇場で公開され、この数字は、R 指定の映画では、史上最多である、この映画は81の国で公開され、 イギリスでは1800万ドル、韓国では1700万ドル、ロシアでは1180万ドル、オーストラリアでは1170万ドルを稼ぎ出した。本作はソフト化とともに本編より約15分長いスーパードゥーパートル、アンドカットと称したエクステンデッド版が制作された。劇場版で削除されたシーンのほか、本編内のいくつかの場面が、 ロングバージョンとして収録されている。これに伴い、日本語吹き替え版においても一部のセリフの変更及び、追加シーンにおける新読が行われている。劇場公開版とエクステンデッド版の顕著な相違点は以下の通り。これに加え、以下の2点は、エクステンデッド版でも追加されていない未公開シーンとして存在する。21世紀フォックスが12月21日に、 PG-13 版の公開を計画していると報じられた。PG-13 指定になることで事実上すべての年齢で見ることができるようになる。20世紀フォックスはタイトル未定のデッドプールの新作映画として扱っているという。BBC のジャーナリスト、リゾムジワがタイトルはティム・バートン製作のナイトメア・ビフォア・クリスマスにちなんだザ。 デッドプールビフォークリスマスになる予定だと明かしたが、最終的にタイトルは、ワンスアポン、エーデッドプールとなった。2018年12月12日から24日まで全米で公開され、日本では、デッドプール2のおとぎ話というタイトルで2019年2月20日から、字幕版と日本語吹き替え版の配信が開始された。ありがとうございます。